また新しいタブレットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちら。N1 の n p a ス 8GB 版です。こちらはですね、N1 のね、n p a スということです。えっ、ー、と、以前にですね、多分 6GB のモデルがもう既に販売されていると思いますけれども、こちらは 8GB のモデルになります。 価格の方はクーポンコードを適用してですね、18,672円ということで、まあ、2万円切りでラム 8GB ということであれば、結構ね、お買い得ではないかなと思います。それでは早速開封していきたいと思います。箱の裏にですね、PSE マークと儀的マークしっかりと付いています。それではね、同梱品見ていきましょう。まず充電器入っています。これは 5V、2A、10W ですね。充電用の Type-C のケーブルです。で、こちらは Type-A ですね。 あとですね、シムピンも入っています。この端末はシムカードは刺さらないんですが、まあおそらくシムトレを出すためのピンですね。あとは説明書です。これは多言語に対応したやつですね。一応日本語の表記もあります。それではですね、本体の方を見ていきたいと思います。まず本体はですね、グレーっぽい色ですね。えー、まあ無難な色ですけれども、まあでもですね、金属ボディひんやりしてますね。結構質感は悪くないですね。高級感は結構あります。 一応、スクエアデザインですね。まあ、薄型ということで、えー、角が出たね、デザインになっていますので、だいたいですね、やっぱりね、スマートフォンも、タブレットもスクエアデザインにしておけば、とりあえず外さないという部分で、まあ、非常にかっこよくできてますね。それでは、ぐるっと見ていきましょう。まず、横ですね。短い方の辺に、スピーカーの穴があります。で、上ですね。上の長い方の辺に、えー、シムカードは刺さりませんが、マイクロ SD カードが入るね、トレイがあります。 で、こちら側の短い方にだいたい集中してますね。ただボタンもですね、ちょっとかっこいいですね。角張っててかっこいいと思います。えっ、ー、と、角に3号のイヤホンジャック、ボリュームボタンに電源ボタンです。で、一応ここに小さい穴があってリセットって書いてありますね。リセットボタンがあるとってなんか珍しいですね。で、y p e C にスピーカーですね。で、カメラはですね、2つあるように見えますが、特に説明がないので、おそらく1つはデザインじゃないかなと思います。 アウトカメラ1300万画素、インカメラ500万画素ということですね。一応 AI カメラということなんで AI 機能にも対応しているようです。それでは重量の方を測っていきましょう。4 4 3ムですね。で、販売ページには5 0 0ムって書いてあるんですけど、それよりはだいぶ軽いですよね。5 0 0ムだと10インチクラスの、ね、タブレットだとちょっと重たいなという感じなんですけど、まあ、443だと逆に まあ平均から少しまあ軽いぐらいじゃないかなと思いますね。一応販売ページにはですね、まあこれもちょっとそういう部分で言うとあんまり信用できないかもしれませんが、厚さは7.5ミリということです。それではね、立ち上げてみました。非常にディスプレイ鮮やかで綺麗ですね。一応解像度は 2000×1200 ドットということです。で、最初から入っているアプリは、まあこんな感じですね。全然余計なもの入っていないですね。まあ Google のアプリしか入ってないといった感じです。 ストレージはですね、1 2 8イトです。で、初期の状態で、まあ1 2イト使ってるということなんで、やっぱりね、余計なアプリ入っていませんので、え非常にですね、最初のアプリえ使ってるね、ストレージ少ないですね。SOC はですね、MT の8183ですね。まあこれは Fire タブレットで使われていたり、Chromebook でも使われている、まあ、SOC になります。まあアンツとベンチマークで言うと20万点ぐらいかなと思います。 で、この端末のね、一つの特徴は、ラムが8イトですね。まあ以前は6イトだったようなんですが、これは8イトモデルということです。まあ1万円台後半で購入できるね、タブレットとしては8イト住んでるっていうのは結構メリットあるかなと思います。1万円台後半で購入できる、まあ安いね、アンドロイドタブレットとしてはラム8ギガ結構頑張ってると思います。 それではですね、アンツーベンチマーク1を回してみました。やはり20万点ぐらいですね。22万9000点ということです。CPU が6万4000、GPU が4万9000点です。バッテリーが4%減りましたね。温度は1.8度上昇しました。アンツーベンチマーク20万点ということは、まあ、ローエンドのタブレットということになります。主な使い方は動画視聴と、まあ、ブラウジングということでしょう。それでは、はい。ブラウジングしてみましょう。 まあ問題はないですね。まあ20万点ぐらいあれば、まあヤフーニュース見るぐらいであればサクサク使えると思います。ほいはい。こんな感じですね。それではツイッターでスクロールしてみましょう。はい。こんな感じですね。まあ画像が後から表示されるという感じではありますけども、まあ実際はそんなにね、こうやって見ていくわけですから。特に問題は。 ないと思いますね。はい。この端末はですね、sim カードは刺さりませんけれども、一応ね、GPS 対応しています。一応位置情報取れていますね。まあ、誤差2メートルということです。まあ、ただですね、結構ね、時間ね、かかりましたね、えー。位置をね、取るまでにかなり時間かかりましたんで、まあ、ちょっとその辺はね、気になるかなと思います。まあ、ただ、掴んでしまえば、まあ、一応使えなくはないかなというところですね。 それではタブレットでは気になるね、ワイドバインのセキュリティレベルです。まあこれはですね、レベル3ですね。まあ販売ページにも歌っていませんので、まあ対応していればね、当然歌ってくると思います。まあなので残念ながらレベル3ということなので、まあアマゾンプライムビデオとか、まあネットフリックスとかですね、そういった動画配信サービスの HD 動画は楽しむことができません。まあ YouTube はね、特に関係がないのでいいんですけれども、まあこれはね、ちょっと気をつけてください。 えっと、今ね、スピーカーのテストやってみました。スピーカーね、えー、こちら側の短い方の辺の横から一つ、二つということです。で、これステレオスピーカーに対応しています。ちゃんと左右のね、なり分けはできています。まあ、ただ、音質はですね、そんなにまあ、良くないですね。まあ、大体このぐらいのね、まあ、安い android タブレットってそんなに良い,いものはないと思うんですけども。まあ、だから決して価格考えればね、別に悪くはないと思いますが、特にこうね、すごくいいですよっていう感じではないですね。まあ、価格、 なりといったところです。マイクロ SD カードのトレー出してみました。こんな感じですね。まあ、sim カード入らないようにちゃんとね、こう潰してあります。えっ、ー、と、これ1テラバイトまで対応しているということです。カメラの方はね、1300万画素ということなんですが、カメラアプリもめちゃくちゃシンプルですね。もう写真と動画しか撮れないですね。その夜景モードとかね、スローモーションとか、そういったものは一切ありません。一応動画ですね、でも 1080p で撮れますね。 あれなんか変な今、おかしくなったな。ちょっとこの切り替えが、はい、切り替わりましたね。これ画像で。はい、こんな感じですね。まあ、そうですね。タブレットのカメラなんで、ちょっとノイジーですね。ノイジーですけど、メモ程度では使えるかなと思います。まあ、これもですね、別にこの端末が悪いっていうことでもなくて、みんなそうなんで、まあ、大体こんなもんですって感じです。あとはですね、専用のケースがね、まあ、別売りですけど、販売されています。 で、一応これね、パッと見。ちょっとファブリック調で、なかなかおしゃれですね。これ以前にも紹介してますけれども、まあ、ただ実際触るとね、これファブリックっていうか布ではないんですね。まあ TPU ですね。まあ中も柔らかい形式だし、これもまあちょっと柔らかい感じのね、まあちょっとビニールっぽい素材になっています。 まあただ、ファブリックだとやっぱりこう糸が出てきたりね、ちょっとこうほつれたりするんで、まあそういう部分で言うと、まあ TPU のが実は扱いはやりやすいのかなと思います。で、こちらはですね、こういうお風呂の蓋ではなくて、こう前にね、せり出して、ここに少しね、溝が切ってあって、ここにはめるという感じ、こういう感じのやつになります。まあお風呂の蓋の方が使いやすいかなというところありますけれども、はい。まあ見た目がどうかな。 見た目の関係でこうなっちゃったのかな一応こういう感じで。だからちょっと角度調整とかね、まあ難しいんですけれども、ただケースがそのままスタンドになります。まあこんな感じですけど、まあそれでもやっぱりね、ケースでそのままタブレットが立てられるっていうのは結構便利ですよね。やっぱりタブレットって立てないとなかなかね、使いづらいと思いますので、まあそういった部分では、まあ、ケース兼スタンドというのは非常に便利です。 で、これケース自体はね、作りはいいんですけど、残念なのはオートスリープに対応してないんですね。これはちょっと残念です。ということで今日はですね、N1 の N パッドプラスの8ギガモデル紹介させていただきました。まあ価格1万円台、後半1万8000円台ということで、まあラム8ギガ搭載してね、結構ディスプレイが綺麗です。 あと見た目もね、すごくスタイリッシュですし、まあ薄いし、まあ意外と軽いということで、まあその辺がいいところかなと思います。まあ逆に悪かった、残念だったのは、まあ、sim カードがね、一応刺さらないということです。まあタブレットなんでそんなに気にしてる人はいないかもしれませんけど、まあできればね、まあ SIM カードを使えればよかったかなというところです。 こちらのね、商品の購入先についてはですね、動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてください。日本のアマゾンでも販売をしていますし、アリエクスプレスの方でも販売をしています。まあ、若干ですね、アリエクスプレスの方が安いかもしれませんけれども、まあ、日本のアマゾンの方がね、何かあった時に安心なので、まあ、この価格差なら日本のね、アマゾンで購入することをお勧めします。はい、今回は以上です。